対外債務とは、ある国の政府や民間企業、家計などが、外国の政府や、金融機関などに対して負担する債務を言う。対義語は、対外債権。対外債務に基づく各国の地図、対外債務の GDP に占める割合に基づく各国の地図。例えば、IMF では、グロスエクスターナルデッド、アットエニー気分タイム。 is the outstanding amount of those actual, カレント and not contingent, ライオビラテ i ス that require payment of principal and, or interest by the d e b t o r at some point in, the future and that are a h e t o non-residents by, residents of an economy, 相対外債務とは、ある時点における、現存し、偶発的でない負債で、債務者による元本及び、または、 利息の将来のある時点における支払いを求めるもので、かつ、ある経済圏の居住者が非居住者に対して、負担しているものの、未払い残高を言う。と定義している。http://www.imf.org/.external/.pubs/.eds/.eng/.guide/.file2.pdf slash 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 ありがとうございます。